アベリアとは、スイカズラかツクバネウツギ族に属する植物の総称。または、ツクバネウツギ族の常緑低木の後輩種、アベリアのこと。本来、アベリアとは、ツクバネウツギ族のラテン名であるが、演芸的には、学名 A グランディフローラが指す植物をこの名で呼ぶのが普通である。この植物は、中国原産のアベリアチョゲンサスと、アベリアユニフローラの交雑と言われている。 花つくばねうつぎあるいは花座のつくばねうつぎとも呼ぶ。約2メートルくらいの低木で、春から秋のかなり長期にわたって、小形の小さい花を多数咲かせる。花の香りは非常に強い。花は白色、普通やや淡紅色を帯びる。果敢の内側に毛状紋がない。額は基部まで2から5列し、果実は結実しない。 刈り込みによく耐え丈夫なので、公園などの生垣によく使われる。日本列島の関東異聖では、真夏の国書の時期に花をつける在来植物が少ないため、この時期には、アベリアの花に多様な蜂や蝶が、急密に集まる。リネア・グランディフローラは、1886年に、イタリアのマッチョーレこそいにあるパランザのリベリーという、 ナーセリーの手によって最初に育成された。それは庭の標本植栽の干渉用植物として、または他の低木と混植した境界で利用される。増やすには差し木の方法を行う。幸いは比較的簡単であるが、全く丈夫というわけではなく、強い太陽光線を終日浴びることがないような場所を好む。この植物は英国でもまだアベリアの名前で広く、 登録されている。淡いピンク色の花が咲き、幅1.5メートルで、高さ1.5メートルに成長する、園芸品種、ホプリーズは、王立園芸協会のガーデンメリット賞を受賞した。佐竹義助ほか編、日本の野生植物木元に平凡者、P236、花園つくばねうつぎ、m a t s, s u e h a n a c o m 2020年5月22日閲覧。Do you grow any plants that are mighty fine specimens?The Spruce 2020年7月2日閲覧。Aberia Grandi Flora Hop Please Royal Horticultural Society 2017年12月20日閲覧。ありがとうございます。